公庫に提出する提出資料みたいなのに指定されることが多くなってきて、公庫の審査基準が変わってきた。これちょっとこの頃感じてましてですね。ほう。またより厳しくなってるんですよね。うん、まず特徴1、はい、今まで言われなかったような資料がないですかって言われる。例えばですね、既存の校舎の生徒数とか利益とか収支が分かるものがありますかみたいな。これ武田塾で今まであんまり言われたことがないですよ、うん、でもちろんその収支って言ったってね、そんなものは利益なんて分からないんで、フランチャイズですから。まあ、生徒数はだから一応全部ね、勉強会とかでは公開してるからなんですけど、これ一つの例です。今のね、高校に提出する提出資料みたいなのに指定されることが多くなってきて、もう一つが、あなたは未経験なんでそこが不安ですねっていうので掘られるんですよ。でこれも去年ぐらいから多少出てきてたんですけど、だけどこれ言わせてもらえばね、フランチャイズなんですから未経験なのはある意味当たり前なんですよね。そこを掘られてもっていう感じがするわけですよ。で最終的にはどうなるかっていうと、もうちょっと自己資金を入れてもらわないとみたいな方向に行って、これ人によってはですね、なんとなくこれはもう断られるモードなんだなっていう感じがしてる。要するに最初こんな資料を出してください出してくださいみたいな、それはないですみたいになって、でそれでやっぱちょっと不安です、最終的に自己資金がちょっとある程度高校の方で審査合格の比率を下げてきてるんじゃないかなというふうにちょっと勘ぐってますね。全然大丈夫な人は今まで通りなんですよ。全く普通に通ってくるんですよ。でも引っかかる人が引っかかりすぎるんですよね。ああなるほどね、うん、引っかかる人があれ出せこれ出せ、あなたはここがまず心配だみたいになってきて、ダメならダメと最初に言ってくれみたいなと言いたくなるような、そうも言えないんで、できる限りのものはね、言われたら出してるんですけど、大概ね、やっぱりね、そこがね、あれを出してください、これを出してくださいみたいなことを言われてくると、ちょっとまずい方向かなという気がしますね。これはやっぱりもう予算的な国のというのがあるのかなと。あとコロナの融資も今年は去年みたいな感じで出る感じはしないですね。これはやっぱり今のこの菅内閣ですけど、ズブズブに貸していくってことはしないんじゃないでしょうか、うん、またここから大きく何かが傾きは別ですよ。でも去年みたいにコロナで減ったからそこのカバーをする融資だったら何でも出しますみたいな感じではないみたいです。一時期やってた高校の方から電話がかかってきて、はい、今までの借りていたやつをコロナの融資に借り換えましょうみたいな超サービスね。だって今返済してるやつが返済2年間しなくてよかった、良くなったりするんだろう、うん、その動きも止まってきたし、ある意味正常化してきたっていうところはあるのかもしれないけどっていう。まあ一番ちょっと心配なのは脱サラの人がこれから増えるんで、これは間違いなく増えます。僕の周りでも結構辞めましたみたいなのが増えてきました。この人たちはやっぱ公庫の融資を使うので、公庫しか借りられないんだから、1000万円までの融資っていうのはそこそこの確率でしていただきたいなというのが多いですけどね。コロナ関係に予算が奪われちゃってんですかね。なんかコロナ融資とかね、うん、その家賃補助とかもいいですけど、やっぱ普通に新規独立する人たちの予算を取ってそっちに回してしまうとね、良くないと思うので、そこで維持しといていただけると国全体としてプラスになるんじゃないかなと思いますんで、政策担当者の方見ていらっしゃったら絶対見てないと思うけど、うん、いや分かんないですよ、日経もねああやってリスクありますから。まあ分かんないんですけど、でもやっぱ立て続けにねこの頃そういうのがあったりして、まあこれはもちろん国の政策だから仕方がない部分もあるんですけど、借りる側からしたらどうしたらいいのかっていうことですけど、安全の準備をやっぱりして臨むということしかないと思います。高校がダメだった時っていうのはやっぱりなかなか他の保証協会付きの融資に行くっていうのはこれもなかなかハードルは高いんですけど、まあ一回このチャレンジということになるんだけど、そこを失敗しないようにまあ準備は周到にして向かうべきだと思いますけどね。もうそれなりに高校が厳しいなという方に関してはそれなりにウェブ面談でアドバイスはしてるつもりですので、さすがにちょっとね未経験のところのどう言ったらいいですかっていうのはね、嘘つくわけにもいかないしね、まあここをこう言ったらいいんじゃないでしょうかぐらいのトークは授けられますので、まあ、武田塾をやる方は一緒にやっていきましょうと。ナオールの今の状態で、全くの脱サラで、1000万借りるっていうのはちょっと無理だと思うんで、まあ、それはちょっと対象外で一時募集からにしたいと思いますからね。ということで、はい。